ウィルソン・チャンドラーはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。ミシガン州ベントンハーバー出身。CBA の石膏ライオンズに所属している。主なポジションはスモールフォワード。デポール大学で2年間プレーした後、アーリーエントリーを宣言。2007年の NBA ドラフトでニューヨーク・ニックスから全体23位で指名されて NBA 入り。シーズン終盤に チームがプレーオフ進出を断念すると、アイザヤイ・トーマス監督によって、プレータイムを大幅に増やされ、それに伴って、成績も急上昇を見せた。翌2008から2009シーズンは、マイク団頭に新監督によって、先発に抜擢され、さらに成績を伸ばした。2011年2月22日、カーメル・アンソニー、チャウンシー・ビラップス、シェルデン・ウィリアムスらとの交換トレードにより、 他3選手と共に、デンバーナゲッツへ移籍。ナゲッツ移籍後、同じクニックスから移籍してきたダニーロ・ガリナリア、レイモンド・フェルトンらと共に、ナゲッツ躍進に貢献した。NBA がロックアウト中の2011年8月、ダラス・マーベリックスの元ヘッドコーチ、ジム・クレモンズが、ヘッドコーチを務めている、中国プロバスケットボールリーグの石膏ライオンズと、契約を結んだ。チームは、 彼の活躍もあり、プレイオフに出場して、北京ダックスと対戦したが、彼を書いた、プレイオフでチームはスイープされた。2012年3月18日、デンバーナゲッツと契約を結んだ。身体能力に優れ、特に跳躍力がある。プロ入り以降は、課題とされていたジャンプシュートの精度も改善を見せている。203センチメートルの身長だが体格に優れ、 チーム事情次第ではパワーフォワードとして出場することもある。ドラフト時はショーン・マリオン、スコッティ・ピッペンに例えられた。ありがとうございます。